I'm kind of in a hurry, actually. Please forgive me this time. Okay. I'll let you go this time, but by the way, why the hell are you in such a hurry anyway? The ghouls are gonna play pretty soon. I don't wanna be late. The ghouls? That fucking rock and roll band, huh? Right. Is that right? In that case, you ain't going nowhere but to hell. What?
お久しぶりでございますけども、まあ、最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。次の曲いきましょう。ワーチョーキーハキューティス。 昨日追った
Yeah!
メンバーの反応がないので、どうしちゃったのかなって言ったら、ジェームスも良くないし、ジェームスも大変くらいし、で、一応俺は元気なんですよ、まあ、だから何かやってるんですけども、まあ、ぜひですね、また50周年皆さんと、ね、期待してほしいと思います。まあ、どうなるか分からないんですけども、とりあえずいい方向にですね、僕らは50周年やりたいんで、その時はまた皆さんぜひ参加してください。約束は言えないですけども、絶対にあればできるんですよ。ただもうみんなも70超えてますか。でもフランクはまだ60代後半ですね。キーちゃんはまだ何言ってたの。いやいや、みんないないとつまんないじゃん、そうなったやっぱりみんな揃ってなんか入ってるブースのわけだからね。やっぱりそれはでも俺の中ではやりたいなと思ってるんですけど、皆さんみんなどう思うかもかな。まあ、それを置いときまして、ね、2年先生置いときましてですね、これ2年なんてすぐなんですけども、まあ、皆さんも大体もう50代から60代の方が多いですよね。大学で大体そうなんだけど、俺も愛してる。もうちょっと早かったらね、ご覧になるからね。あ、席空いてませんからね。まあ、ちょっと昔の曲なんですけども、これも、まあ、全部昔の曲なんですけど、基本的には。夏メロなんですけども、オールドレディーをちょっと聴かせていただきます。VTR ですよ。これは三浦秀光が作った曲で、私が詞をつけて実話らしいですよ、実話って。
過信したらしい。そんないやらしいから実は私。過信したらしい。しっかり聞いてください。過信。いやそんな、いやらしいしじゃないですか。20代青春の思い出ですよね。29の時です、ね。青春の思い出。青春だね、29は。実はですよ、実は。生々しい。本当にヒデミツさん作曲したんですか。いい話ね。とてもおしゃれな曲ですよね、これ。多分違うな。ガソリンがどうのこうのと見れば、そうなんですよ、ガソリン、そこから想像できないですよ、ね、これする方法で違うんで、ね、これ絶対 YouTube だめですよ。これもう対象食らっちゃいますから勘弁してください。責任も出ませんよ、ね、ダメだよ、ダメだよ。あ、でも今あのヒデミツと喧嘩したら勝てる。あ、うん、ん、今腰骨やられてるから蹴りに立ってた。でもその後ろに控えてる方々が怖くて怖くて。わかりますよ。力也もいないよ。力也もいない。優也さんもいないし、みんないなくなっちゃうんですから。頑張りましょう。曲の方いきましょう。はい、こいつが本当にいきましょう。はい、怪しく光るその瞳、小粋な発光が魅力に会える。 Oh baby baby Oh baby baby スローダンスはお手の元、毎日通うこの店でいつもの機嫌さ。夜のディスコの片隅で恋を求めておどけてる、酔ったふりした横顔がやけに寂しく浮かんでる。黒き僕を並べても誰も言わぬ空。
けると一緒に聞こえてしまう。僕の可愛いあの頃を教えてもらえてしまう。バカお手を挙げてもお茶目な顔も人を通しにるハッピーバースデーマイ。驚いた僕の教えられないでしまう。Thank you.
どうしたえ、そうなの、どうしましょう緊張しまくってる。みんなさ、お客様が緊張するよ。それだろ、出てきたら大変ですけどね、殴りますけど、出てきたら楽しみです。ちょ、あれ、なんでだっけ、あれ、
クロス20周年の時ですかね、あのバラの入れ墨ですね、曲デビュー、その歌知ってますみたいな、知らないとやりがいがないですからね、じゃあ一発その曲いきましょうか、バラのフレーズに、誰にも
Thank you.
悲しい夜が来て胸は苦しいけど泣きながらツイスト泣きながらツイスト夏もんですか冬もんでしょあなた懐掘って掘意味分かんないんですよ意味分かんない冬もんでしょだいぶ長いずっとスーツ着てオールシーズンです昔あのクルスで別に着て山崎ってのがいたじゃないですかああずっと着てたよねずっと着てるよねだからずっとスーツ皆さん笑うとこですよ皆さん笑うとこですもう終わりだよもう終わりだよあと一曲でおしまいだよもう家じゃないよ明日も田川の方で行きますね。おいえ、行きますポーズ。当て紙。お前ちょっと大地みんなで見せるその頭。いいよ。どっから来たんだよ。どっから来たんだよ。関東。何気を出してるんだよ。歯どうした歯。歯みたいにせるだめよ。お疲れさん、ありがとうございます。クリームソーダってまだあるのか。クリームソーダの手先の、クリームソーダの手先ですか。違いますね。よくわかるんですよね。まあ、来てくれるだけありがたいです。関東から来てるそうですね。今日は横浜から来てるんですね。俺が喋ってるのは、お前、僕から見てるのは、お前、一緒くたなっちゃったけど、いろんなとこから来てくれるけど、今日はね、本当に俺のために。またね、とにかく、こうやって、一緒に、やれてるまでは、怪我のうちはリーゼントしますんで。まだ、いまだに残ってますから、今日は大丈夫です。8分ぐらいまで残ってますからね。半分だったらやめます。でもだんだんみんな好きで、髪の毛が長い友達って言いますからね、まあ、あるうちはいいですけどね、なくなったらもうバンドってやります。ずらかぶってやるんだな。ビジネスだって呼びながらやってきたらやるんだ。笑った。気持ち悪いからやめろって言うんですよ。じゃあ最後に行きましょう。はい、楽しんでまいりましたけども、最後の曲でよろしいよ。じゃあ行きましょう。ミスターマイルです。You're the one who's got the power.
笑かしてくれてよ。お前、今しが
が飛んだぞお前、ちょっと待て、仕切り直しだ。本番行きましょう。All of you, all of you.
くれなきゃあるの愛し時計の安全未来で涙いで死んでるだじゃあるの愛し時計の安全未来で涙いで死んでるだじゃあるの愛し時計の安全未来で涙いで死んでるだじゃあるの愛し時計の安全未来で頬未来で来年もね、できればここにね、来たい気持ちがあります。来年ね、また、タマス社長。頭下げます、社長。とんでもございません。ちょっと、お客さんが大笑いみたいになっちゃって。もうちょっとビシッと決めないかな。今度はビシッと決めようかな。はい、バカ言わないで。それじゃね、風味なんてめちゃくちゃ明るい。相当猫かぶってますよ。え？猫かぶってますよ。猫かぶってるの？はい。ちょっと違う。普段は全然違いますよ。やっちゃいますよ、こんなの。そこまで言わなくていいだろう。そこまで言わなくていい。かっこいいですよね。かっこいい、かっこいい。いや、俺はもう、こっちだし、ただ、兄貴だから、どうしようも、若いですから。まあ、その最後ですから、一発気を入れて、気を緩めないように、最後まで行きましょう。恋のテリゴールをお待ちしております。はい。Oh, my God.